ちゃこんにちは。はい。さあまだ3日目だね。おめでとう。そうですね。まだ明けましておめでとうございますですね。まだね、正月気分が抜けない。ちょっと抜けない感じですけど。あなたはクリスマスが抜けてない、ね。まだ去年のクリスマスをなんで引きずってるんだみたいな感じですけれどもね。今日は、はい、まあ、前回がヤクルト、阪神、巨人の今シーズンを見ていきましたけれども、はいはい、今日は、はい、セリーグの B クラスのチーム、はい、広島、中日、DeNA の今シーズンをちょっとどんな風になるのか見ていきましょう。まず広島、はい、広島はいろいろ新聞市場とかいろいろ追ってると笹岡監督がちょっと厳しいことを言い出したよね、はい、あ、そうなんですか。いやいや、もう紅白戦でサバイバルだと、はい、落とす、その結果の残らないもの、はい、結果を残したもの、うん、それはもう実績と関係なく落としていくみたいな。あ、なんか昨シーズンとちょっと変わったというか、なんか優しい目の。まあまあそうだね。ただね、それだけその若手がやっぱ目をこう出してきつつあるんだよね。あ、うん、だからそういうことを考えるとやっぱもう新旧交代であったりだとか、はい、レギュラー固定に入ってくるのかなっていうのを思うよね、うん。まあ、例えばそのキャッチャー相澤で行くのか、坂倉がもうバッティングがいいから坂倉でやっちゃえみたいなこともあるだろうし、うん、まあ、相澤を置いといてファーストはもうファーストはもう坂倉、うん、っていうこともあるだろうし、うん、まあ、菊池は鉄板でいるし、そうですね、林はサードで落ち着いたし、はい、で小園はショートでいるしみたいな、はい、でも暗冠としてたら他のやつ使うよみたいな、はい、そういう厳しいことを打ち出してるし、うん、でうぐさとかもいるし、はい、もう本当にね、湧いて出てくるぐらい若手が躍動しつつあるんだよ。そうですね、うん、いやだから俺は広島はもう楽しみでしょうがない。あ、そうなんですね。しかも昨シーズン、うん、本当にあと一歩のところまで、え、巨人なのか広島なのかっていうところ争ってましたからね。まあまあ、それでもそれ相当差あるからね、言っても無理やりこじつけてもらかんわ。それはね、あれ抜いたらね、もう巨人はね、今年も立ち直れないよ。あ、引きずってた引きずるところじゃない、もうやめたって言うよ、本当に。そうなんですね。いやいや、ただ去年のその後半からのその若手の選手たちだったりとかの、うん、その台頭というか伸びっていうのが広島すごいなっていうふうに思ったね。いや、ピッチャーも含めてね、はい、やっぱりいいよね。そうですよね。原、巨人が誕生するまで、はい、広島が優勝してたわけだから。そうです、はい、いやだからそれも納得するしね、うん、まあ、今年も俺広島っていうのはそういう力を持ってると思うよ。 A クラスに。ただオープン戦が始まらないから、はい、だからピッチャーの状態っていうのは分からないけども、まあ大瀬良も森下も、うん、はい、ね、いるし、栗も残ったし、はい、栗林がいるでしょ、はい、もうだからいるんだよ、沢村もいるし、はい、いやだから俺はひょっとしたら広島ひょっとしちゃうんじゃないのっていうようなところまでは来てると思う。ただ、はい、広島がね、優勝してる時っていうのはやっぱある程度守備面は戦ったんだよね、はい、でもここのとこやっぱ坂倉をファーストに使ったりとか、はい、いろんなところでミスが起きてるんだよね、うんうん、だからこのミスが少なくなってきたら優勝すると思う、はい、可能性はある、十分、うん、あとはね、広島はね、外国人のピッチャーが取るスカウトが素晴らしかったんだよ、はい、ピッチャー取ってきて広島のピッチャーっていうのはまず外れなかったんだよ、はい、大体活躍してた、うん、でもここのところ外れてんだよね。なんでしょうね。いやいや、なんでだろうな、うん、スカート変わったんですかね。変わったのかな。だからそこら辺がしっかり補強が効けば、はい、チャンスがある、今年。おお、いわゆるその外国人のピッチャーとかの補強がピタッと合えば、はい、合えばね、もう行く可能性もあるということですよね、広島、うん、そして中日です。まあ中日はなんといってもさ、監督が変わったじゃない、はい、まあね、コーチ陣が一新しましたね。あ、まあ、そこら辺のその緊張感と、はい、まあ、新鮮さはあるよね、はい、だからそこら辺でどういうキャンプを送り、オープン戦を入り、うん、開幕を迎えるかっていうところなんだよ、はい、だからものすごい期待感はあるよね。そうですよね、うん、全く新しい、やっぱね、なんていうの、まあ、例えば新番組が始まります、はい、うん、ね、こうスタジオも変わりました、うん、座りました、うん、でもものすごい新鮮でしょ。あります、気分も。そうです、まあ、そういう感じなんだよ。なんかまっさらな感じがするんだ。そこになんかこう色をいっぱいつけていくみたいな。で、みんなもう清潔感満載でひげも剃ってみたいな。そうですよね。もう阿部ちゃんなんかもうマスターからお客になってんじゃねえかみたいな顔になってるけど、はい、でもだけど、すごく
やろうとしてることはもう一つで、やっぱり襟を正す、まずはね、はい、生活についてもやっぱりそういう姿勢で野球にも取り組むという、で取り組んだ時にやっぱり中日の課題っていうのはバッティング、はい、でバッティングの中で中村典が入ってきて、うん、バッティングを教えてるとか、まあ、いろいろスペシャリストを呼んだよね、はい、だからそういう意味ではものすごい期待するし、うん、ちょっと打てれば、はい、まあ、A クラスに行く力はもう完全に持ってるから、ピッチャー陣を考えた時に、うんうん、ここはもうやっぱ期待だよね。そうですよね、まあ、又吉投手が抜けてしまいましたけれども、それでもやっぱり投手陣は安定してる。いやいや、うん、まあ、それは確かにね、ああいう変則がいなくなるっていうのは一つ目先を変えるという意味ではすごくもったいないし、うん、損失だと思うんだけども、でもそれに変わるぐらいの力のあるピッチャーは持ってる、うん、だから心配する必要ない。お、うん、もう大丈夫、中日は大丈夫。だから、まあ、例えば立浪っていうのはその野球の選手も抜群だし、はい、おそらく監督でもそういうセンスはあると思うんだよ、うん、ただセンスがあっても慣れっていうのが必要だし、はい、ね、だからそこら辺をこうスムーズにこうスタートできるといいよなと思うよね。そうですよね。だから三浦と対談した時に三浦も言ってたけど、うん、2軍の監督と1軍の監督はまた違うと、はい、でやっぱりこう頭の中で想像してた監督像とまるっきり違ったっていうわけよ。そんなに違うんですね。やっぱ違うよ。やっぱスピード感も違うしさ、はい、スピード感って何のスピード感が違うかというと、もう頭の回転のスピード感、はい、これもう考えてたら、もう1球投げられたらもうそのサインが出せないっていうことになるから、うん、だからそこら辺でやっぱ早く慣れるといいよね。立浪監督だったりコーチ陣がってことですよね、うんうん、だからまあそこら辺は俺、立浪のセンスを持ってすればさ、はい、大丈夫だと思うけどね、うん、ちょっと興奮すると。そうですね、興奮するとちょっと、ね、喉が渇いてしまうので、餅が詰まったわけじゃないから、ね、大丈夫ですよ、大丈夫です。お正月気をつけてくださいね。そうそうそう、皆さんお餅はね。いや、だから、うん、どういう布陣で戦っていくのかっていうのはね、はい、まあすごく楽しみではあるよね。そうですね、もうキャンプから本当に楽しみですね。多分あの練習量も半端ないっていう風に、半端ない中日の中でやっぱり立浪さんとかもすごく練習量も厳しいって聞いたので。いや、厳しいだろうな、うん、どのぐらい鍛えられてそこで来るのか。まあしつこいコーチがいるよ中村なるも教え出して打たせ出したら、うん、本当に納得いくまで振らすよ、バット、うんうんうん、とかね。まあそうだね、いいコーチが揃ってると思うよ。そうですよ。だから立浪、その新監督になって今まで去年までのそのレギュラー陣の体型と、もしかすると今年は本当にちょっとガラッと変えてくる可能性だともちろんあるわけですか。なんかガラッとではなく、やっぱりね、点を取るっていうのは待ってたら点を取れないんだよ、あの球場っていうのは、うん、やっぱり仕掛けていかなきゃいけない、うん、その仕掛ける作戦っていうものもやっぱキャンプでは練習するだろうし、うん、そういうバッティングもさせると思うよ、うん、だからいかにその動ける選手たちを作れるかどうか、はい、まあ、そこだと思うよね、うん、作れる選手がいると接戦をものにできるっていう確率が高くなるから、はい、これはやっぱこう上位をうかがえる、うん、中日になってくるよね。そうですね、はい、さあ DeNA です。 DeNA はもう期待しかない、はい、おー、あ、期待しかない、うん、やっぱりね、 DeNA のいいところって、はい、DeNA になってからやっぱ失敗を2度繰り返さないよね、あそこは、まあ、例えば FA で取っていかれる、はい、いや、そうじゃない、 FA で取っていかれたら損失な選手はやっぱりこう年数をお金をかけても止めなきゃいけないということで、宮崎が止まった、はい、桑原が止まってる、ね、そういうところでやっぱりしっかりしたビジョンを持ちながらやってる。それと補強、はい、まあ、例えば太田大将を取る、藤田を取る、小園が高校生ナンバーワンの小園が取れたとか、はい、だから非常に波がいいんだよね。おー、だから俺はもう期待しかないし、はい、大輔もやっぱ監督業っていうのはやっぱピッチャーやってると特にね、分からない部分があるよ、うん、やっぱ全体と絡むことがピッチャー陣ってなかったから、はい、でもそこら辺で昨年1年間やって分かるようになって動けるようになってきてる、うん、まあ、そうなってくると DeNA は上行くよ。そうですね、なんていうのって言っても昨シーズンの始まりがやっぱりその外国人選手が一人も入国できてなかったっていう、うん、やっぱりそこのハンデがちょっとあったので、うん、ただ、まあ、三浦は大輔はそこは言い訳してなかったね、はい、それはもう鼻から分かってたことだから今年やってやろうと思ってたけどもどうしようもできなかったという。まあそう
だから、うん、でもそこら辺はやっぱこう彼は彼で、うん、まあ、それは球団の責任だっていうふうに押し付けるんじゃなくて、それでもやらなきゃいけないというそういう使命を持ってた監督だから、はい、話をした時にね、うん、だからすごく今年は昨年みたいなことは俺は絶対ないと思う。でコーチも変わったでしょ。はい、変わりました。だからもうあの選手も補強する、うん、で一番の補強は何だったかっていうと、やっぱコーチ陣の一心だよね、はい、で石井拓郎が入り、斉藤隆がいる、うん、で鈴木貴則、はい、もう帰ってきてみたいな、あと誰か相川も帰ってきて、はい、だからそういうことを考えるとやっぱこう V 選手が他球団のユニフォームを着ながら苦労して、うん、やっぱいいところを学びながら勉強して帰ってきたっていう、うん、武者修行から、うん、それを DeNA で開花させるという。ああ。だから大輔頼むぞみたいな、なんかそれしかないんだよ、ね、俺は。だから三浦監督を周りのコーチが支えて一緒になってこう上を目指していくっていう感じですよ ね、うん、でもできなかったらコーチ陣にしっかり言って言ってたし、あ、はい、だから、ね、言われたコーチたちはやっぱそれだけのそのなんていうのかな、ノウハウを持ってるし、うん、俺はいいチームになっていくと思う。これじゃあピッチャー陣野手陣で見た時に豊さんの期待する、あ、ここピッチャー陣期待できるよ、ここ野手陣バタジ期待できる、まあ、野手はね、はい、やっぱセンターラインっていうのがあって、牧がセカンド、はい、まあ、とりあえず出来上がった、桑原がセンターで出来上がった、あとショートなんだよね、うん、まあ、キャッチャーはねその相性があって変えていく可能性はあるけども、はい、やっぱショートに森っていう選手がいるんだけど、うん、ここを石井拓郎が育てきれるかどうかだよね、うん、うん、だから育てきったら本当に強いチームになる。だ森選手の成長具合によってってことですね。だから森だけじゃないよね、はい、まあ、他にいい選手もたくさんいるよ、うん、いるんだけどやっぱ将来のことを考えたらやっぱ森なんだよね、うんうん、だから森をどうやって、まあ、全試合中何試合森をスタートで使えるようになれるのか、うん、まあ、ここら辺は三浦監督も悪かったら使わないって無理して、はい、他の選手もいるんだからって、うん、やっぱ使いたいと思わせるだけのものはやっぱこう見せてほしいっていうふうに言ってたしね、うん、だからまあそこら辺で森がどのぐらいの成長するのか、はい、まあ投手陣で言えばやっぱ小園だよ、うん、入ってきますね。小園が奥川みたいになってくれると、はい、ね、向かっていくピッチャーでね、やっぱ安定したピッチングを見せてくれると、まあ、ルーキーにねそれだけの課題を押し付けちゃいけないんだけど、だけどやっぱ花があるしスターだしさ、はい、やっぱそのぐらいの素材だし、やっぱそういう風になってほしいなと思うよね。今シーズン、まあ、中盤でも後半でもどうでしょう、出てこれ、いや俺よかったら最初からローテーション入れてもいいと思う。おー、その体の強さとかあったら、ね、はい、でも弱ければ、うん、まだ出来上がってないなっていうんであれば、うん、奥川形式、うん、佐々木朗希形式で、はい、俺は育てていってもいいと思う。じっくりとっていう、じっくり、まあ中10日ぐらい空けてみたいな、はい、そういうことでもいいし、うん、まあ俺はやってくれると思うけど、うん、ただクローザーが心配だよな。どうなるんですか、三島投手なのか山崎朝希投手なのか、それとも本当に違う投手をどっかから、ああ一人外国人取ってるけどね、はい、だからまあこれも投げてみなきゃわからないけども、うんうん、あとはやっぱ先発ピッチャーもやっぱ安定してこなきゃダメだよね、はい、そうです、やっぱ今永中心に東、うん、はい、上茶谷とか、はい、京山とか、はい、ね、大貫とか、うん、まあ、いるのはいるんだよ、はい、いるのはいるけどもやっぱみんな10勝できる力がありながらできてないと、はい、6勝とかね、うん、だからそういう人たちが10勝でいいからできてくると、はい、うん、強いチームなんじゃないの。そうですね、だから下位チームは広島も中日も DeNA も、うん、はい、なんか夢しかない。あ、逆に俺は強いと思うよ。逆にその A クラスのチームの方がここ気をつけた方がいいよ、ここ気をつけないとっていう、そう、現状を守っていくのに大変だと思う。もう下の最チームはね、もう上がっていくのみしかないので、楽しみの、ああ楽しみだよね、今シーズンになりそうですけれどもね。だから2日間にわたってセ・リーグやったけど、はい、どこが優勝するか分かんなくなってきてるでしょ。確かに、うん、そうですね、だって広島だってもちろん
あれ許しとか、中日だってハマれば上の方まで行く。いや中日はちょっと打てば、ちょっとそうですね、打てば本当すぐ A クラス行くから、あのねバンテリンで打てば、そうです、ね、A クラスに行くっていうことはもう優勝争いするっていうことなんです。そうですね、いや、うん、全く分からなくなりましたね。 DeNA はもう本当ね、はい、あの昨年のヤクルトになる可能性があるよ、はい、最下位からの巻き返しっていう、十分ね、十分ありますもんね、うん、じゃあちょっとねセリーグ6チーム見てきたので、次はパリーグ、はい、行きましょうか、ね、はい、はい。